どうも、明けましておめでとうございます。加納一馬です。いや、本当明けおめです。いやー、もう本当ね、昨年はね、皆さんお世話になりました。今年もね、よろしくお願いします。でも今年ね、もう僕はあの正月、何をして過ごしたかっていうと、あの映画を見ました。何の映画を見たかっていうと、ニンフォマニアック正月にね、見るべき映画じゃないなと思いながらも見ちゃった。でこのニンフォマニアックがね、すげえ映画だった。もう主演のステイシー・マーティンのね、脱ぎっぷりがね、すごくてもうほんとな、AV っていうぐらいすごくて、ほんと俺正月早々何話してんだろうっていうぐらいね、すげえ映画だった。みんなもね、見た方がいいよ、ニンフォマニアック。まあ、そんなね、正月過ごしましたけども、まあ、今年はね、ほんと僕映画をね、すごいたくさん見たいと思ってるんですよ。今年はもうちょっと映画に対して真面目になりたいと思ってる。でね、いろいろね、ちょっと先のスケジュール的なことをね、調べてみたら、2月3月のね、映画のね、スケジュールすごいよ。めちゃくちゃやばい。もうアクアマンとか、アリータとか、バトルエンジェルとかね。もうほんとね、やばい映画たくさんの2月3月。で2月3月が終わったら今度はゴールデンウィークでしょ。で、それ終わったら今度夏休みでしょ。いや、もうほんとやばいんだから。だから今年はマジでたくさん映画を見ていこうと思ってるんでね。よろしく。さあ、それではね、あの昨年の2018年の映画の興行収入ランキング、年間のトップ10がね、発表されたんです。それをね、今日はね、ちょっと見ていこうかなと思っております。それでは、まずは邦画編です。まずは邦画編の10位から6位まではこんな感じです。未来への未来28億。これはね、もうあの細田監督、今までのね、化け物のことか、なんだっけ、忘れたけど今までのね、作品に比べたらちょっとね、興行的には落ちてんだよね。まあこれもね、やっぱりその細田監督の引き出しの少なさっていうか、まあちょっとそこが見えちゃったと思うんだ、今回の未来の未来で。だから、まあでもアニメでね、30億もヒットすれば、まあ十分大ヒットなんだけど、まあ今までの作品がちょっと大、ね、ほとんど右肩上がりで上がってったから、これはちょっとね、ね。で、9位、検察側の罪人29億。検察側の罪人は、まあ、ニノとキムタクが共演っていう、そういう大きいね、メディア的にも一番なんかこう、わかりやすい部分もあったけど、でもこういうさ、作品が、あの、評価されるっていうのはすごいいいことだと思うよ。だってこんなの絶対入んないじゃん、内容的に。でも、まあ、興行的にもちゃんと評価されるっていうことは俺全然いいことだと思う。見てないんだけど。見てないんだけどね。うん。で、7位、カメラを止めるな31億。カメラを止めるなはさ、もともと確か公開関数が2巻とかからスタートして、で、しかも制作費も300万円で作った。そこからこう31億っていうのは、これも実写だったらもう伸び率で言えば実質1位だよね。ここまでヒットするんだからすごくない？札幌でもね、最初ほんと単館系で公開してたんだけど、普通に大手のシネコンとかにかかってたから、公開関数の広がりとか見てもこれほんと大ヒットしたね、カメラを止めるな。紅白でもね、なんかちょっとネタになってたしね、すごい。で、6位がデスティニー、32億。これ、去年なんだね。俺、一昨年だと思ってた。まあ、なんでもいいか、デスティニーは。そして、5位から1位までは、こんな感じです。5位、銀魂2、掟を破るためにこそある36億。このね、銀魂は、あの、前作の銀魂の1作目がね、38億なんですよ。まあ、ほぼ変わらない。まあ、ちょっと下がったかな、くらいで。で、その前作の銀魂は、その年のね、邦画の実写ランキングで1位だったんですね。で、今年はもうそれが、ね、取れなくて。まあそう考えると、まあ、その年がちょっとラッキーだったなっていうのが、真実だね。うん、銀魂なんてさ、クソ映画なんだから。褒めてるよ、言っとくけど。銀魂なんてクソ映画っていうのは褒めてっからね。その程度っていう言い方はちょっとあれかもしれないけど、クソっていう言い方が合ってんじゃん、金玉なんて。内容的にも。だから、この程度で俺十分だと思うよ。もうクソ映画なんだから。そして第4位、万引き家族。
これはもうあのカンヌ効果でね、カンヌにノミネート、あ、パルムドール取って、で、しかもゴールデングローブ賞に外国映画賞で今ノミネートされてるから。1月にね、発表されるんだって。それでもさ、受賞したらもう、ほんと世界の是枝。すごい。もうだって、なんだっけ、海外でなんかこう、今作品作ってんだよね。もうほんとね、世界の是枝ですよ。いや、もうほんとに、すごいよね。うん。で、3位にドラえもん。これあれだね、脚本が川村元気さんで、主題歌が星野源さんっていう、まあちょっと要素を固めてきたよね。工業的にもね、前作よりか10億円ぐらいアップしてるんですよ。だからまあうん、よかったんじゃないですか。うん。で、2位の名探偵コナンもね、これはもう本当に俺はわからない。もう俺の名探偵コナンなんてもう、履歴なんてもう時計仕掛けの待てんのが止まってっから、もうそれ以来見てないからさ、91億。しかもなんか名探偵コナンなんて大体劇場版右肩上がりで興行的に上がってんでしょ。何がいいんでしょうね、名探偵コナンって。いや、ほんと失礼な言い方だけど。何なんだろうな。でも今回の名探偵コナン、なんかその、コナン好きの人からしたら、そこまで評価はできない作品なんでしょ、この作品自体は。なのに91億ってね、もうわからないね。で、1位が劇場版コードブルー。これももうわからない。もう大体もう3位から正直俺は分かってない、あんまり。だってコードブルーよ。そんなにすごい映画、あ、ドラマなのあれ。もうドラマも見てなかったかな。俺の周りの映画ファン誰も見に行ってないから。誰が見に行ったんだろう。あんまりね、やっぱりドラマの映画化は正直あんまり肯定的じゃないからね、俺は。作品自体が面白ければいいとは思うんだけど、でもドラマじゃん、もっと。ねえ。はい、そんな感じでした。それでは、洋画編の10位から6位まではこんな感じです。10位、レディープレイヤーは 25.5億。いや、もうこれはもう本当に良いね。良きですよ。僕はもうほんと去年見た映画の中ではレディープレイヤー1が一番ね好きだから、いや、もうこれほんとね、ありがとうね、みんな見てくれてありがとう。うん、嬉しいよ。そして8位、アベンジャーズインフィニティウォー37億。日本でね、アメコミものって全然入んないイメージあったけど、37億は十分入ってるよね。もうこれも大成功だよ。世界的にはね、もうほんとぶっちぎりで入ってるんだけど、日本ではそんな入んない。でもこれが37億。いや、もう全然成功ですよ。ありがとう、みんな。うん。で、7位のミッションインポッシブル、これ47億。ミッションインポッシブルはね、もうやっぱ毎回入るしね。結局ね、なんだかんだ入るよ。1作目から十分ずっと入ってくから、1作目からずっとね50億とかねヒットしてくから、いや、だから、いや、これまあ面白かったしね。なんだかんだね、なんだかんだじゃない、もう毎回面白いもん、ミッションインポッシブルって。これもすごかったんだから、見てない人見てよ、すげえんだから、ミッションインポッシブル。で、6位のインクレディブルファミリー49億。いや、まあピクサーはもう老舗ですから、ミッションインポッシブルと同じでね、ピクサーブランドってだけでね、見るよみんな。うん、それは見るさね。そして5位から1位のランキングはこれだ。まず、リメンバーミー50億円。リメンバーミーっつってね、歌がねいいよね、あれ。うん、面白かったかな、結構ね。で、4位のグレイテストショーマン。これさ、俺あんまり詳しく知らなかったんだけど、なんかアメリカでもさ、そんな大手のシネコンでかかるような映画じゃなかったんでしょ。最初は割とこう公開規模はちっちゃかったんでね、それでね、大ヒットしたっていうのは、まあちょっとやっぱララランドに近いのかな。やっぱ歌が強いんだろうね。歌が強いっていうのはやっぱリメンバーミーもそうだし、その次のボヘミアンラプソディですよ。70億円だよ。これ一番何がすごいかって、ボヘミアンラプソディが公開したのが11月なんですよ。で、2ヶ月で70億だから、これもうほんと実質1位だよね。もう全然もう2位1位の興行抜くんじゃないかな。もうあとまだ全然公開してるから、なんすごい。すごいじゃない、ボヘミアン・ラプソディ。いや、ほんとね、すごいよね。で、スター・ウォーズですよ。最後のジェダイ、75億。いや、75億はよく入ったよ、お前。
最後のジェダイでよく入ったよ。スターウォーズブランドでよくここまで売れたよ。うん、あの内容でよく入ったわ。ひでえ映画だよあれ。なんかな、本当にもうやりたいことはあかんだけどあれって感じでね。でもやっぱ俺最後のジェダイ効果ってあると思うんでね。やっぱその最後のジェダイの内容があれだったからここにさハンソロ入ってないじゃん。ハンソロね6月に公開したけど入ってないじゃない。やっぱ俺最後のジェダイ効果だと思うんでね。だからこれが今年のエピソード9に響いてくんじゃないのかなと思う。いやいや、まあ、一応ね J.J. エイブラムスがまた監督するって言ってたけどどうなんだろうね。ライアン・ジョンソンの罪は重たいよお前は本当に。そして1位ジュラシックワールド。ジュラシックシリーズは毎回入るね。そんなにみんな恐竜好きなの？なんで毎回ジュラシックシリーズこんなに入るんだろうね。なんでそんなにみんな恐竜が好きなんだよ。わからないな。いやでもまあしょうがないか。今回のランキングはね、今回じゃない、昨年のランキングはねこんな感じでした。まああれだね、やっぱ1位その洋画邦画どちらもやっぱこう理屈を超えた何かがあるからこんなに売れるんだろうね。いやまあ俺が正直分かってないだけなのかもしれないけど、なんだろう、なんでこんなに売れるのか分かんないじゃん。やっぱ何かあるんだよ、理屈じゃない何かが。だからこんなにヒットするんだと思う多分ね。でね、今年はいろいろね映画あるけど、5月に名探偵ピカチュウが公開されるんですよ。だ俺はね洋画編でピカチュウが1位になると思う。で邦画でね、あのポケモンもなんかミュウツーの逆襲エボリューションっていうのは公開されるらしいのよ夏休みに。だからもしかしたら邦画洋画でポケモンがどっちも1位取るんじゃないかなと。ないか。あ、今年のポケモンの講習見たらさすがに1位は取れないかな。まあそうなるんじゃないかなと思った。はい、それでは今回の動画は以上です。何か感想などありましたらコメント欄の方にお書きください。それでは別の動画でお会いしましょう。さよなら。